役クックマン。はい、本日はですね、栗原新平さんレシピの、枝豆つくねの和風あんかけを作っていきたいと思います。こちらも YouTube ネタでございます。それではですね、早速作っていきます。はい、枝豆ですね。まず枝豆は茹でてあります。まあ、鍋に水を入れて塩を入れてから枝豆を茹でていくっていう感じですね。で、茹で上がったら、おから揚げしておきましょう。もうすでにこれ冷たくなっている状態なんで、この皮を剥いていきます。皮を剥いていきますが、普通に枝豆取ったら、あ、これ大丈夫かな。こういう薄い皮、薄皮がついてるのかな。その薄皮までこうやってね、取ってほしいって言ってました。後で肉、ひき肉と一緒に入れていくので、やっぱりこの皮がね、結構口に残るんだっていう話をしてましたので、なのでこのように、はい、この薄皮ですね、鞘から取った後のこの薄皮もこういうふうにね、取っていく。はい、こんな風に取っていきたいと思います。ということで、これやっていきますのでやった後お見せします。はい、それではね、枝豆全部薄皮まで取り終えました。だいたいこれでね、 130g ぐらいありました。新平ちゃんレシピだと 70g だったんですが、今回ちょっと分量はね、およそ倍ぐらいの感じでやっていきたいなというふうに思います。ですので、豚ひき肉も 200g を 400g 用意してます。ということで、じゃあこちらで作っていきたいと思います。はい、それでは、こちら豚のひき肉ですね。豚ひき肉に薄力粉、こちらが薄力粉です。あとは、山椒の粉、こちら小さじ2入れてます。結構山椒のピリッとするのがね、するんじゃないかと思いますが、山椒の粉を入れます。はい、あとはお塩入れていきます。はい、でさらに、こちらの先ほど一生懸命やったこちらの枝豆を入れます。そしてあとは練り込んでいきますね。練り込んでいきます。最初はなかなか一緒にならないと思いますけども、ずっと揉んでるうちに一緒になっていくという感じですかね。よし、この辺でいいかな。どう、だいぶですね、筋肉が柔らかくなって枝豆と一体感がね、出るようになりましたので、こちらで練りは終了です。で、後でね、お団子みたいにして成形して焼いていくんですけども、とりあえずこんな感じでね、少し置いておきます。はい、それではですね、まずあんかけを作っていきたいと思います。かつおだし、続いてお酒、みりん、そしてお醤油ですね。はい、こちらを火にかけていきます。効果が出るような感じね。
で続いてですね、先ほど頑張って練りましたこちらの肉ダネをですね、枝豆入りの肉をフライパンで焼いていくんですが、まず火がついてない状態でね、今回は成形していきます。どうしようかな、大きさは可愛くいこうかな。ちょっと可愛い感じでいきます。このように、全部丸め終わりましたので、これから火にかけるんですけども、この際にちょっとね、ひき肉からも油が出ますが、最初にちょっとごま油をねかけてから火にかけます。それでは点火。はい、このようにですね、音がしてきたら蓋をして、で中火にしていきます。で火を通していきます。はい、油がね熱出ちゃうから取っておいた方がいいですって感じだったので、一回取りますね。中火のスリングってやっぱ油がね出るやつ出ないので、出ないやつ出ないやつ出ないやつ出るやつありますよね。ですからこれね、結構油出るんで、落としてますね。で、今どんな感じかと言いますと、はい、はい、こんな感じですね。なんで、これをひっくり返していきます。枝豆がね、ちょいちょい出ますけども、これはもう気にしないです。はい、ひっくり返したら、さらに焼いていきましょう。はい、そしたらですね、こちらの方に先ほど作ったこのあんかけですね、これを入れていきます。そしてまた蓋をして、今度はね、弱火と中火ぐらい、中弱火ぐらい、また煮込んでいきます。はい、それではですね、中弱火で中弱火、中弱火で煮込んで、そしてこんな感じですね。どうだろう。タレが泳いだ感じ。はい、これで完成なので、お皿に盛っていきます。お皿に盛ってて、はい、火を止めて、まずこちらを使ってさあさはい、そしてお好みではありますけども、大根おろしですね。これをちょっと水出しておいて、大根おろしをお好みで添えても美味しいかなという感じかな。栗原新平さんレシピの枝豆つくねの和風あんかけの完成です。それでは食べてみたいと思います。
それではいただきます。うまい。それではちょっと食べてみたいと思います。まず大根おろしをつけないで一回食べてみたい。本当は一口でいってほしいって言ってたけど、ちょっとね、一口ないでいきます。いただきます。うん、おいしい。味も結構しっかりしてるんで、これはね、大根おろしをまた乗せると違うんじゃないかな。非常にね、やっぱり醤油と出汁が効いてる味で、まあ裏切りませんね。全部それかい。そして電車が通るとね。じゃあ今度は大根おろしをね乗せて食べてみたいと思います。うん、まあ基本的には醤油と出汁の味なので、ややね、濃いめだと思いますけども、結構ね、枝豆がアクセントになって肉と結構いい感じですね。で、山椒が入ってるんで、山椒を結構入れたんで、ピリッと結構するっていうか、ちょっとピリッとするなっていう、そんな感じです。ということで、本日は、栗原心平さんレシピの枝豆つくねの和風あんかけを作ってみました。こちらのチャンネルでは、毎日料理動画を投稿しております。よかったらですね、チャンネル登録やコメントなどいただくと非常に励みになります。ということで本日もご視聴ありがとうございました。乾杯。